ドッジボールの春の全国大会を目指して奈良県大会が昨日橿原市内で行われました。この大会は3月に福岡県で行われる春の全国小学生ドッジボール選手権の県予選となっていて、優勝チームが全国大会に出場します。今回は18チームが出場。チームは小学校3年生から6年生までの男女混合で、6年生にとってはこれが県内では最後の大会となります。選手たちは素早いパス回しや見事なキャッチングで日頃の練習の成果を発揮し、熱戦を繰り広げました。また選手たちの白熱した試合に観客席の応援にも力が入ります。大会は天理市のパワフルジュニアが優勝し、全国大会への出場を決めました。また会場では2023年ドッジボール日本代表の服部翔太主将ら3人の代表選手を招いたイベントも行われました。子どもたちはトップレベルの技を身近に感じられるデモンストレーションやミニゲームなどを通じ、改めてドッジボールの魅力に浸っていました。